こんにちは、スプレーアートリノベルちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の動画でね、また美味しいメキシコ料理を作っていきます。今回はね、多分みんな好きなやつなんです。カマロン。カマロンはエビのなんかメキシコスタイル、コクテルでカマロン、まあ、エビのカクテルっていう意味です。作るのはめっちゃ簡単だけど、ただちょっと時間かかる。多分30分ぐらいかかります。まずエビです。だいたい 300g で、あとこれね、もしどっちでもいいんだけど、まあこれも買っても大丈夫ですよ。全部でだいたい 400g か 500g が必要です。このレシピで多分4分の料理が出てきます。ニンニク OK で、これローリエです。あ、ローレール、ごめん、ローレールです。1個だけ。あと玉ねぎは半分で、少しのタイム、これで始めましょう。玉ねぎ、ニンニクとローリエ、エビ、タイム少しだけ。それじゃあエビがね、まだできてないので、まあでもその間に次に行きます。ここにあるのは、まあ、トマト、これトマトは2個です。あとチリ、これは唐辛子、唐辛子は2つです。あと私の好きなパクチーです。カップの4分の1スライスレモン、玉ねぎも1個でした。タララーン、アボカドです。全部切ってね。あとケチャップカップ2個。あとこれね、タバスコだけど、何でも辛いソースがいいから何でもいいです。塩と胡椒、レモンジュース、レモン1個の全部のジュースを、これでいきましょう。ボウルにトマトと唐辛子を入れましょう。これもっともっとちっちゃく切ればいいと思います。あと玉ねぎも入れます。紫の玉ねぎだったら、そっちの方が見た目がいいだと思います。そしたらパクチー、これはもう出来上がりました。エビはねちょっと別で、あとこのミス、この液体も使うから捨てないでね、これ大事です。エビも出来上がりましたから、エビを入れます。あと混ぜます。そしたらアボカドも入れます。ケチャップを入れます。まあ、じゃあちょっとボウルも、もうちょっと大きいボウルが見つけたから、ちょっと買いました。あとケチャップ、コップ、もう一個か半分。そしたら混ぜます。レモン入れます。あとハバネロを入れます。だいたいスプーンは1個です。このぐらい入れます。エビの酢で、これ少し入れましょう。で、少しずつね、もっと入れて、え、めっちゃいいじゃん。そしたら、まあ、最後にね、塩と、胡椒。これ、超美味しいんだけど。まあ、これ、出来上がり。カクテルだから、本当はこれに、ここに入れる。コップに入れて、です。まあこれはね、エビのカクテル出来上がり。これ超美味しいんだけど、これね。ということで食べてみたいと思います。おお、本当に久しぶりに食べてないね。いただきます。本当に美味しい。もっとアボカドをもっと入れたらもっと美味しい。ほとんどはケチャップだよね。なんか重いかもしれないね。パクチーとアボカドは絶対にね、忘れないで。ただスーパーでこの材料買えると思うんだけど、だ一つのね、私にとって難しいのはね、いつもパクチー。パクチーはね、なかなか見つからない。まあ、ということで、この動画がいいなと思ったら、これ食べてみたいなと思った人がチャンネル登録と高評価お願いします。あとこれも作ってみてとかね、これやってみてとか、何かおすすめがあればぜひにコメントに書いてください。アディオスアミゴス。